強いコントローラーが逆なんだよ。知ってた？エンジョイ勢が使ったら強いコントローラーだからジョイコンなんだよ。分かってるのね。お前聖人との戦い。はあはあ今このゲームを2からやってて、俺よりプロコン使ってて俺より上手い人はジョイコン使ったら俺よりもっと上手い。時間を無駄にしたなって思ってる。かわいそうに。ほらね、所詮プロコンって3の手って言ったんだよ。これ相手プロコンですよね、どうせ。パブロってガチでプロコンじゃ使えないんだよ。マジでプロコンじゃ使えない。ラブラブ言うと連打がきついから。プロコンの限界だね、今のキャラコンはガチでプロコンの限界。ジョイコン使ってれば俺に勝ってた。かわいそうに。俺マジの俺プロコンアンチだから。かっこつけ使うな。プロコン使っていいのはプロが使うからプロコンなの。分かった？素人は絶対ジョイコンの方がいい。絶対ジョイコンの方がいい。本当に素人はプロが使ったらプロコンの方が強い。だからプロコンっていうの分かる？プロが使ったら強いコントローラーの逆なんだよ。知ってた？エンジョイ勢が使ったら強いコントローラーだからジョイコンなんだよ。分かってるのね。許せねえわ。おい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 、だるすぎ。まあなんかエスパルとマッチングしてんだよなこれ。やっぱそれでも上がってるやつら強いんだろうな。過去作の C でもいけるっていうけど、過去作の C ってもしかして強いのでは？もしかしてめちゃくちゃ強いのでは？過去作の C ってなめてるけど、実は G から始まって C、 パワプロだったら C って結構強いからね。とりあえず C まで上げたらもう C でいいかってなるから。もしかして過去作って G から始まるのか。バン！なんかこう見るとマジでエイムゲーじゃないな。お前慣れてない頃はもうちょっと球当てないときついなと思ってたけど、もうそういうレベルじゃない。もう動きがうまい。本当に動きがうますぎる。こいつらマジで。お前聖人との戦い。はあしょ、やべえな。今度は右曲がりになったんだよ。やばい、今度は右に曲がる。やばい、あ、やばっ、あ、飛べる。ちょっと待って、今度はこれだぞ、これ。やばっ今度は置いてても曲がる。あ、大丈夫か。じゃあ認識しなくか。あれ？あれ？あれ？今日なんか感度が低い気がする。なんか反応が悪い気がする。感度が。ほんとちょっと動いてんな、やっぱ。動いてないが。スプラッツにやったやつマジイライラするな、ほんと。バンされたのかな、もうツイッチ。普通にこの出してもいいよな、俺。腹立つかな。パンされてもいいよな。このゲームやってると怒りのあまり。よかった、認識し直したらよくなったと思う。壊れたかと思った今。さすがに焦ったわ。なるんだこれ。カロン使ってねえやつはガチエリアに来るな。はないこれ。はいガロン、これガロンだわ。これガロンだわ。うせろ弱武器ども。弱武器ども道を開けろ。貴様らはガロンに狩られるために存在している。あ、何でこれ死んでんの。ちょっと何貴様らはガロンに殺されるために。せんかと思った。実際昔のスイッチって俺最新型のスイッチだけど、昔のスイッチって実際ついてないって言ったのよ、ランケーブオプションで買わなきゃいけない。だから多分ガチで無線多いと思う。昔多かったと思う。今はデフォルトでついてるんですよ。俺ちょっとびっくりしたわ。俺最新のスイッチなんだけど、普通に俺ぶっ刺してるよ直に。なくてもLANケーブルさせますよ、最新のやつは。最新のジョイコン、しかも耐久性も高いし、押してる時のガンも楽しいわ。一生これやりたい。ワンチームでやりましょう皆さん。はっ、強いこのバケツ。どうなってんのこれ。23キルっても意味がわからん、このゲームで23キルって。太郎太郎雄太、太郎太郎雄太、すげえな。やべ、太郎と同じチームになりて。バケツの太郎とバケツの太郎23キルだぞ。マジ同じチームになりて。敵になったらマジで切れる自信ある俺。敵になったらマジで切れる自信あるわ。これたまに敵になるんだよな。同じチームっていうか同じマッチってだけなんだよな。あ、同じ仲間だ。行こうぜ。危ねえ、やべえ、太郎クソっつえ。ガルなんだなこれ。ほら道を開けろじゃなく武器ども。貴様のような弱武器がガルンの前に立とうと少子千万。お前たちはガルンの前に怯えて震えてインクの中にも潜っていればいいのだ。やっちゃってください太郎さん。太郎、これ強え。強えやつが多分味方にいると敵にも強えやつ来る。あ、やめろ。よし、もう一人いる。危ない。おい、どっちの太郎かしら。こっち太郎が一人やられる。太郎いるからな、もう一人太郎がいるからな。こっちはいらない。太郎でもあいつさすがだから、あいつ太郎が知らねえ。俺が負けたろ太郎、お前が助けてくれた分俺が助ける。絶対負けねえ、絶対負けねえ、このうちは死ねえ。やべ、太郎強え。ちょっと太郎と一緒にエスタを飛んできた。はい、無駄。お前たちはガロンに殺されるだけの存在なのだ。伏せろ弱武器。これやべえ、太郎強え。ダブル太郎強え。勝てますこのチーム。行きましょう。俺は時間が許す限り行こうぜ。このチームなら世界取れるよ。ほら、もうみんなの気持ちが一つになった。このチームは勝てるっていう絶対的な確信があるんだよ。このチームは勝てるチームだって今なってる。一体感が生まれてんだよ。なかなかない。2連続で同じチームでマッチング入れることなんて本当にない。このゲームもう今までになかった確信じみた何かを感じてるんだよ、ここにいる4人全員が。太郎じゃあマジ強いなこのチーム。いい、ちょっとね、このチームマジ強いの。武器構成が奇跡の構成なのか。まさかなんでさっきからこんなに勝てる。あれと例と同じはずだよな。これマジで強いぞこのチーム。この構成覚えとこう。アタッカーのガロンとカバー用意のブラスター。おっつーマジでいける。俺たちはこのまま S に行くんだ。 S ユータをなる。おお、すごくないかこれ。あはい、完全にこれ調子乗ってるわ。このように完全に調子乗ってるわこれ。あ、でも誰かが5戦しちゃったら、5勝したらこれ終わるんだよな。解散するよな。5勝した人から抜けてくんだよな。おい、これ強すぎん。ウルトラハンコ。ああ、ウルトラハンコで3人持ってかれた。これ強すぎんウルトラハンコ。無理なんだけど。ナイス。これで俺たちの夏はまだ終わらない。大丈夫だ。こんな1回負けたぐらいで BO5 だから。ボコボコにされる時もあるよな。いけるのか。ああ、ダーイが持ってかれた。あいつ2敗してたのか。やられちまった。あいつも後はなかったんだ。あ、これで消える人いそうだな。俺0敗から始まったからこれ消えそうだな、誰か。あ、太郎、あ、太郎と太郎が俺たちのチーム幻影旅団のこの戦績は俺が背負う。3勝2敗5勝2敗という輝かしい記録で俺はあの2人に誇れるようなチームを作っていこうと思う。やっぱ切れるよね。3連勝な3連敗か。このゲームには勝率を 50% に調整する機能が存在する。